風見鳥の皆さんの読みでございます。ご準備よろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。はい、風見鳥です。会場の皆さん、こんにちは。そして先ほども言いましたけども、小見川よさこい会和気あいあいメンバー並びに関係者の皆様、20周年おめでとうございます。そして先ほどと全く同じ流れになりますが、若手でこのお祝いの気持ちを体で表現したいと思います。メンバーやりたい方、辺と作りを間違えないようにね、してくださいね。はい、それでは参ります。せーの、祝い。温かい拍手ありがとうございます。逆になってないですかね、大丈夫ですかね。はい、見えます、祝いに。祝いとびっくりマーク、クエスチョンマークね。はい、はい、ありがとうございました。膝が辛いということでね、これで終わらせていただきたいと思います。ちょっとね、私偉そうにいつもマイクに言ってるんで代表と間違えられちゃうんですけど、代表、はい、一言だけ来てください。あれ やるんですか、また。あれ、ご無沙汰しております。私の体調のことでは皆さん、もういいよね、本当に和気あいあいさん20周年おめでとうございます。もう大好きです。次の演舞も和気さんのためだけに和気さんに捧げて踊ります。はい、また同じ曲になりますけど、見てくださいね。はい、それでは参ります。皆様に笑顔と元気、そしてよさこいの楽しさをお届けできるよう精一杯演舞させていただきます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。この風は色とりどりの思いをはためかせ、私たちを新しい世界へと誘う。踏み出した未来のその先へ。
あれ、どっかの誰かが言ってたんですけど、人生は、人生の価値はね、どれだけ呼吸していたかということではない、どれだけ心を震わせる瞬間があったかというふうに言ってました。脇あやさんには、今後もですね、心を震える演舞をし続けていただきたいなというふうに、いただきたいというふうに、ここを感じたんですよね。はい、していただきたいというふうに思っております。これからも仲良くしてください。それではこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、風見鳥の皆さんありがとうございました。風見鳥さんとはね、いろいろなお付き合いを深くしております。